出雲北陵中学校、高等学校は、島根県出雲市西林牧町にある私立中学校、高等学校。市畑電鉄川跡駅から徒歩15分 JR、出雲市駅より、大寺方面、北陵高校前、下社2011年10月6日、日本学生野球協会が、高等学校野球部の不祥事11件を発表した。出雲北陵高等学校は、同年6月に、 不倫感暴力を原因とした不祥事で3ヶ月間の対外試合禁止処分の判断がなされていたが暴力に関わった選手を登録しないという条件の元全国高等学校野球選手権島根大会開幕前日までに処分期間が短縮されていたそれにもかかわらず同校はその処分に従わず登録しないとされた選手を登録し試合にも出場させていたこれにより 全監督と部長が日本学生野球検証違反で1年間の謹慎処分を受けた。また、同校が10月3日付で島根県高等学校野球連盟を脱退することが合わせて発表された。不祥事に橋を発する高等学校野球部の高等学校野球連盟の脱退は初めてのことであった。また、違反を止めなかった島根県高等学校野球連盟も 同協会から厳重注意を受けた。処分当時に在学した生徒が卒業した2014年に、高野連に再加盟し、以降は、各種大会に出場している。ただし、特待生問題によって、先週大学北上高等学校野球部が、解散の後再結成し、高野連に加盟した例は存在する。島根県所属中学高度表教育開発オンライン。 2020年10月10日閲覧。私立出雲北上校、島根健康や例を、脱退処分条件守らず出場。毎日新聞。2011年10月6日時点のオリジナルより、アーカイブ。2011年10月7日閲覧。ありがとうございます。